いや結構きつそうですこれは。あこれは桃浦ですね、疲労が溜まった感じだと思いますけどもね。ベルナロメロ、このボールに触ります。ベルナルド・シウバ、ここから打った、打ち抜いた、ゴール決まった。さらに突き放します。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ、相手としてはこれ止められないですよね。マイボールに。こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの舞台はエスタジオシーシェル・ポンペウジ・トレド、1960年に建設された歴史あるスタジアムです。現地の天気ですが、ピッチには雨が落ちている模様です。滑りやすいピッチだ。シュート、サーフリーダ、シュート、これはわずかに左でした。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ここは繋がりません。シュート、うーわ、必死のクリアですよね。前線へ大きなフィードです。ミドル、うおー、ゴール、強烈シュート決まりました。アルゼンチン相手に先制点をもぎ取ります。まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても気難いところを通してきっちり詰めてくるあたりは見事でしたね。さあアルゼンチン、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうか。シュート、決まった、追加点、ポルトガル2対0、序盤から突き放しにかかります。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。いや動き出しのタイミングもバッチリでいい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。さあポルトガル、さらに1点を追加し2対0としています。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。このボールはデパウルへ、アルゼンチンボール。クリスティアーノ・ロナウド、これは繋がりません。ポルトガルは前半序盤の段階で2対0と、北澤さんこの状況をどうご覧になりますか。この時間帯でニューゼルは気持ち的に非常に余裕が出ますよね。この後伸び伸び自分たちのサッカーができますよね。スルーパス、ディフェンスこれを読んでいた。ブルーノ・フェルナンデス、セカンド拾えるか。
立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。クリスティアーノ・ロナウド、プレスを受けながらもきっちりゴールを決めていきます。厳しく寄せられながらもしっかりを突いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。さあポルトガル3点差までその差を広げています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。ベルナルド・シウバ、さあレオン、モンティエル、ここは読んでいました。デパウル、オタビオから左サイド、レオン上げる、マルティネス、ここは抑えました。マクアリステル、ラウタロ・マルティネスが受ける、ベルナルド・シウバからブルーノ・フェルナンデス、当たる、コーナーキック、ポルトガルは2本目のコーナー、さあ右へ預けて、ここは返す、起きましたよ、うわマダル、これは合いません。ロナウドへ、さあこぼれた、パリーニャ、インターセプトを狙う、デパウルからメッシ、スペースに出す、ルーベンディアス、メンデスから長いボール、エンソフェルナンデス、このボールをカットします。ここはつながりません。裏のスペースを狙う、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドからメンデス、頭で来た、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外、チャンスのシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。アルゼンチンは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。ロナウド、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや寄せられましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたね。クリスティアーノ・ロナウド、今日3点目。さあポルトガル現在圧倒的な強さを見せています。裏へのスルーパス、ブルーノ・フェルナンデス、ここはドリブルで上がる、さあカウンターを仕掛けます、メンデス、これは合いません。エンソ・フェルナンデス、いいディフェンスです。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいですよね。クロス上げる、頭だ、最後ヒットしたんですがバーの上です。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。
エンソフェルナンデス、裏を狙っていきますと呼んでいた。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。積極果敢な攻めが印象に残ります。ポルトガル調子いいですよね。リードのチームでポルトガル。後半キックオフです。ポルトガルがこのハーフタイムでメンバーを変えてきたようです。そうですね。ハーフタイムの交代は相手に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたね。監督が前半を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。ロメロこのボールに触ります。ベルナルド・シウバ。ここから打った打ち抜いたゴール決まった。さらに突き放します。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ。相手としてはこれ止められないですよね。マイボールにしてから早かったですよね。動き出しのタイミングもバッチリで選手同士が連動したいいカウンターでしたね。ジョアン・フェリックス先ほど投入されたばかりですが早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。さあポルトガルこのゲームの主導権を完全に抑えています。ディマリア、メンデス、フェリックス、ジョタ、おいい形じゃないですか。自分で行くインターセプト、エンソ・フェルナンデス、ロメロへ、ゴンサロ・モンティエル、ディマリアへ、エンソ・フェルナンデス、メッシが受ける。人数かけてくる分スペースができますからね。メッシが倒されます。これはカード。いやこういった一つのねあのプレーによって状況変わってきますからね。メッシー対応します。クリスティアーノ・ロナウドがこれは先ほどからしっかりマークされていますね。今日はシュートも打ってますしハットトリックもありましたからね。そう考えるとマークつくのは当然でしょうね。おっとこれはカウンター行きますね。アルゼンチンボールです。ラウタロ・マルティネス、おっとこぼれ球、アップシュート、これは枠を超えます。オタメンディ、このボールをカットします。ベースを使う、シュート、決まった、追加点、ポルトガル容赦ない一発。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。いやカウンター決まりましたね。高い位置からの守備が効きましたよね。フィニッシュも見事でした。
ブルーノ・フェルナンデス、今日2点目のゴールです。奪います、ここは奪います。ベルナルド・シウバからジョアン・フェリクス、オタメンディ流れを止めます。ポルトガルは3本目のコーナーキック、タグリアフィコ、ここは対応します。タグリアフィコ、これはなかなかこじ開けられない。デパウル、デパウルからマルティネス、マルティネスからタグリアフィコ、まだある、ここは競り勝ちます。さあ再び選手の交代です。アルゼンチン、ボールを奪いに行きます。クリスティアーノ・ロナウド、ここはつながりません。クリスティアン・ロメロ、高い位置から積極的にアプローチいってますよね。ロメロへ、あとスペースへ抜けてくる、シュート、ボールは右にそれていきます。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。アルゼンチンとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。クリスティアーノ・ロナウドに渡る、カウンターですよ。ここは対応します。もう一度エンソ・フェルナンデス、ここはカットします。メッシ、上がっていけるか、こぼれます。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。モンティエルからマルティネス、ブルーノ・フェルナンデス、ロメロ、このボールをカットします。対応します。さあジョアン・フェリクス、自分で行く、どうだ、シュート、ゴンサロ・モンティエル、さあカウンターのチャンスになります。このボールはつながりません。ここからカウンター早いでしょ。これは奪い返します。マルティネスから左へ、いいボール、アクーニャへのボール、これはファールでしょう。幸運にも注意に終わりました。前いいボール入ればチャンスになりますよね。ジョタ、裏へ届くか、さあ来たか、ボールを受けて、おっとオフサイドですね。いやー結構きつそうです。これはこれはもも裏ですね。疲労が溜まった感じだと思いますけどもね。ベルナル、オタメンディ、
これは合いません。レフリー試合終了のホイッスル。6対0ポルトガル、見事な試合内容で完勝です。クリスティアーノ・ロナウド、今日はハットトリックの大活躍、最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ポルトガルとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていく